ということで、外に来ましたが、すごい風が強いんですよ。今、文字が飛ばされそうなくらい風が吹いていまして、ですが、なんか、昇進したみたいじゃないですか。私物なんですけど、私物のコートなんですけど、今日着てきたものですが、なんか昇進したような気分です。そして、通る人にすごい見られて恥ずかしいです。もう本当恥ずかしいですよね。さっきから意外と、今日土曜日だから人来ないかなと思ったら意外と人来るんで、恥ずかしいですね。はい。なんだ？なんかイベントがしてるようですね。なんだろう。はい。ということで空の様子見ていきたいと思います。今の幕張の空の様子はもうどんよりと雲が多くなっていますね。晴れ間も見当たらないですね。はい。ですが、そしてウェザーリポートナビ、今日は雲のいたずら具合はということでお聞きしていました。はい、こちら幕張の空の雲のいたずら具合はもうそうですね、 80% くらいのいたずらなんではありますが、皆さんもしかしたら空に何かあげると雲なくなるのかな、どうだろう。はい、という雲の様子ですので、皆さんウェザーリポートナビを撮っていただき、空の様子撮っていただき、ウェザーリポートナビと一言入れていただいて、そちら今日のテーマである雲のいたずら具合はと書いていただき、様子を教えてください。はい、もう風が強いのとすごい視線を感じるのでそろそろ戻りたいと思います。では後ほど会いましょう。
に戻ってきました。風すごい強かったです。いやーなんか吹き飛ばされそうなくらい、もう帽子とかなんて飛んじゃうぐらいの風の強さでした。皆さんお外どうでした？どうでした？コートでちょうどよかった。コートで目立ったのかな。なんかすごい通る人通る人に3度見ぐらいされて、なんかええみたいな、恥ずかしかったですね。あ、うまい、あきらさんうまいですね。風と人の視線が強かった。はい、その通りでございます。雲を取り締まる前に私が風に取り締まられましたね。はい、皆さん、あ、そうなんですよ。手錠は持ってったんですけど、銃をここに置いてってしまったので、あ、銃刀法に引っかかるかなと思ったので置いていきましたが。はい、あ、打てばよかったかな、空に。もしかしたら晴れてたかもしれない。ですが朝よりも風が強く冷たく感じましたので、この格好ですと仮装されている方絶対に風邪ひきますので、ぜひあの私みたいにコートを着るなどして行かれることをおすすめします。今日大きなイベントありますからね、ぜひ皆さん暖かい服装でお過ごしください、はい、では送り方は見ていきたいと思います。お今日でウェザーリポートして始まってから9年と364日。明日で10周年って言えばいいのにと言われそうですが、そうですね、ウェザーリポートを皆さんどうやって送るか、送ったことないという方ももしかしたらいるかもしれませんので、一緒にもう一度確認していきたいと思います。あれ、こっちじゃない方、こっちかな、こっちは iPad。 はい、ではなんか、おこれね、はい、どうですかね、来ましたか。はい、あ、こちらからつながりました。はい、こちら iPhone6 なんですか、これ S プラス、なんかは初めて、はい、見てください、大きいんですよ。そしていや、そんな顔と比べなくてよかったなと。はい、ではウェザーリポートナビの送り方いきたいと思います。まずこちらホーム画面ですが、こちらの今の空を送るを押していただき、よいしょ、お、位置情報オフになってましたね。なんかどこから行ってましたっけ。あ、設定、これあれですよね、あのマイページから行きませんでした、iPhone の設定。そっから設定、皆さんこれでやってなかったのかな。で設定アプリで、よいしょ、どこだ、皆さんどこですかね。どこだ、一般、あれ、あれ、どこだどこだ、プライバシーでしたね。プライバシーの情報サービス、こちらを許可、よし、これでどうだ、これでどうだ。もう一回見てみましょう、どうだ、はい、どうだ、ちょっと違う違う違う、どうだ、すごい可愛いですね、ハロウィン仕様になってますね。では真ん中の今の空を送るを押してみましょう。来た、はい、見て
ください。こちらも実はハロウィン仕様となっていたのですが、はい、皆さんは周辺のお空を撮ってください。今はこちらを空と仮定してやっていきたいと思います。こちら OK ボタンを押していただきまして、今の天気の様子送っていただきます。幕張の様子は影なしの、まだ降ってはいませんでしたが、影なしの怪しい空でした。はい、そして体感は寒いぐらいでしたね。いやでも半袖です。もう全然当てにならないかなと思いますが、でも寒いということで、数時間後はいや下り坂になりそうな、そんなお天気でしたね。はい、そしてコメントのところにウェザーリポートナビと一言入れていただきまして、どこでも大丈夫ですので入れていただきまして、今日のテーマの雲のいたずら具合はと、まと入れていただき、皆さんぜひどんな感じか教えていただきたいなと思います。幕張は雲のいたずらが 80% くらいでしたね。もうなんなら 100% ぐらいの勢いの空となっていましたが、皆さんのお住まいのところはどうですかね。ぜひ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 その様子もリポートで送っていただければなと思います。ニコ生の方にフリック早いと褒められました。ありがとうございます。いやー私、皆さんの方が打つの早いですよね。あ、パソコンの方が、そっか、私パソコンが遅いので、一つでもできる早いことを身につけなきゃなと思いまして、でも2年前くらいは昔のガラケーの方の打ち方でずっとスマホでしていましたね。はい、いや機械が苦手なのでゲットンさんうまいですね、打つのは早いと。はい、こちらの打つでしたねいやまた皆さんが悪さしてたら打ちますのでいい子にしててくださいね父兄さんからのお願いでした、はい、ウェザーリポートナビもよろしくお願いします。はい、お天気マークでこの後の天気確認していきましょう。まずはこの後の天気です。那覇は雨が降りやすい1日、ざっと一時的に強く降ることもありますので傘を持ってお出かけください。福岡、広島、大阪は日差しが届いて穏やかな天気です。ただ冷たい空気がいたずらしてひんやりとした体感に、服装でうまく調節してください。金沢は雨が降ったりやんだり、雨は一時的に強まり雷雨となる恐れがあります。風と雨を防ぐ上着があると良さそうです。名古屋は雲が広がることがあるものの日差しも届きお出かけ日和、ただ空気はひんやりとしますので暖かい服装でお過ごしください。東京はどんよりとした雲が広がりますが、ハロウィンも問題ない陽気です。少し風が吹くと肌寒い体感となりますので、仮装する際は暖かい格好がおすすめです。仙台はだんだんと雲が増えて雨が降ることもあります。お出かけの際は折りたたみ傘がお守りとなりそうです。秋田、北海道は雨や雪が降りやすい天気です。ずっと降り続くことはありませんが、お出かけには傘があると安心です。以上、今日のお天気をマークで確認していきました。はい、お天気確認していきました。それではお次のコーナー参りたいと思います。お次は生活情報お天気マーケット。はい、かわいいですよねこのロゴ私好きですね、はい、そしてテーマはこちらは衣食住ということで、飲み物、食べ物、ファッション、生活グッズなど生活の中で季節や天気に絡むテーマで空ボタンをお伺いしていきました。こちらを生活に役立てていこうというコーナーですが、今日の空ボタンはこちらです。ハロウィンの今日、かぼちゃは食べるとお伺いしていました。
食べた、食べるつもり、かぼちゃは苦手、考えてないっす、というこの4択でお聞きしていましたが、まずはリポートを、皆さんからいただいたリポートから見ていきたいと思います。お、あ、今日はリポートがないということで、いきなり締めていきたいと思います。では皆さん参加しましたか？どうですか？大丈夫ですかね？はい、あ、どうしましょう、どうします。あ、ではニコ生の方にもお聞きしましょうかね。どうしよう。いやー、でもニコ生の皆さんの回答がだんだんと読めてきたのでどうだろう。アンケートを聞いてよという方がいらっしゃいます。ご託で聞いてくださいだそうですよ。どうだろう。おお、難しいですね。ご託、ここからもう一個何がいいですかね。なんだろう。逆にチャットの方何入れたらいいと思いますか。おお、パンプキンパイという選択肢という、そうですよね、かぼちゃ食べるの冬至なんですよね。冬至は今年は12月22日ということで、まだまだ先ですが、え、かぼちゃ味のビールってあるんですね。へえ、それって子供用のビールなんですかね。どうだろう。え、名古屋の愛知さん、どういうことですか。ハロウィン以外ならば食べると、どういうことだろう。あ、大人なんだ。そっか、かぼちゃの味のビールは大人用ということで。あ、そういうことですか。あ、ニコ生の選択肢の中でハロウィン以外ならば食べると。なるほど。もうスタッフさんが頑張って考えてくれていますが、よいしょ。え、ニコニコがい、あ、今日はハロウィンということでニコニコ生放送の方にいたずらがかかってしまったそうなので、すぐにアンケートが出ないということで、うん、ナルトラさんからは、ナナちゃんは子供だからビール飲めないと。こう見えても一応21歳なんですよ。まあ皆さんからしたら子供ではありますが。そうなんですよ、子供もそうなんですけど、まあ、普通に飲めない体質なのですが。どうだろう、アンケート出るかな、どうかな。21歳と。こう見えてもそうですよ、高校生に間違われるんですよ。 B 山さんが女子高生かと思ったと。え、嬉しいですね。何年前、3年前か、3年前ですよ。とつぎくんさんは、ななちゃんは子供ですと、米印で。お、ピンポンピンポンと。あー、年相応に見られたことがない、一緒です、私もです。あ、ゆりさん22歳なんですね。ゆりさんと年が近かったです。出ましたかね。あ、出ました、やっと来ました。4択でお聞きします。1番食べた食べる、2番がかぼちゃは苦手、3番は考えてないっす、4番
かぼちゃいらないけど逮捕。あーこれすごいその以下略ということでいや期待してますよニコ生の皆さんかぼちゃいらないけど逮捕、うんうん、はい、では先に皆さんのこちらの空ボタン閉めていきたいと思います。お待たせいたしました。では5秒前です。5、4、3、2、1、終了。バキューンってすればよかった忘れてた。はい、ということで皆さんご参加ありがとうございました。では結果見ていきましょう。結果はこうなりました。はい、ああもう圧倒的でしたね。黄色の考えてない数という方が985名。今日たくさんの方が参加してくださっていますね。ありがとうございます。そして次に多かったのは赤の食べるつもりの175名。そしてお次が食べたという方が118名、かぼちゃは苦手という方が79名という結果になりました。そうですよねエリア性あるかもしれない。よし見てみようということで見ていきましょう。はい、あお、北海道の方は食べるという食べたという方がどちらかというと多いかなと。うんうんそれエリア性は、あ、確かに綺麗。そう、かぼちゃ色ですねうまいですね。今日皆さんが うまいことを言ってくださるので昨日食べちゃったと森そばさんからいただいています。ではどうだろう、ニコ生の方はもう締め切って大丈夫ですかね。はい、では皆さんよろしいですか、準備は準備はよろしいですかね。では行きますよ、行きますよ、行きますよ。それでは5、4、3、2、1。うまくいった、スタッフさんとの息が合いましたねではニコ生の方を見てみましょう。こちらです。どうだろう、はい、あ、いい感じです1番の食べた食べるが 5.7%、 2番のかぼちゃは苦手が 4.5%、 3番の考えてないっすが 11.8%、 4番かぼちゃいらないけど逮捕が 78% いや、まあ皆さん期待に応えてくださいましたね。はい、いや、それにしても 78% ってだいぶな数字ですよねあ、確かに宮本さんからもう少しで 77% だったと。 1% の方が惜しい惜しい惜しいですが近づけていただきましたね、ありがとうございます。はい、皆さんいたずらしちゃダメですよ、逮捕されちゃいますからね本当の警察官にはい、ということでニコ生の皆さんもチャットの皆さんも見ている皆さんもご参加ありがとうございました。はい、ちょっとだんだんずれてくるでは一旦インターバルです。
こんにちは。10月31日土曜日、時刻は14時2分を回りました。ソライブコーヒータイム、引き続き高山奈々がお送りします。よろしくお願いします。はい、今これ見始めた方だとすごい違和感しかないですよね。なんだろうこれみたいな、なりますよね。ゆりさんから千葉県警の提供です。はい、お天気番組となっております。はい、今日はハロウィンということで、キャスターさん皆さん仮装して、そう、マリオ、キキ、ミニスカポリスになるんですか。から来ましたが、次は何ですかね。皆さんお楽しみにしていてください。次は実はキッシーさんなので、皆さん楽しみにしていてください。キッシーさん、鹿ではないとは思いますけど。あ、奈良だから鹿。なるほど。鹿。一応否定しておきますね、鹿ではありませんと。え、チャットの方、大和ジライナーさんからは金魚ってどういうことですか。あ、奈良って金魚も、そうなんですね。鹿のコスプレ希望と来てますが、どうしましょう。あ、クリスマスにトナカイあるかもしれない。あ、トナカイあるんですね。ということで、違うものに期待をしていてください。はい、そして今日こんな少し関東はどんよりとしているお空ではありますが、明日は11月1日ウェザーリポーターの日をお祝いするかというような晴れになるはずですので。はい、なのでレポート10周年、明日はウェザーリポート10周年ということで、皆さんでこちらお祝いしていこうと思っております。朝から番組しております。そしてニコ生の皆さんも朝からずっとご一緒にできるということですので、皆さん楽しみにしていてください。そして何と言ってもこちらですよ、ダン、重大発表あります。はい、ずっとこれを言い続けてはいますが、皆さん本当に重大発表ですので、うん、皆さんに関係することですよ。ニコ生の皆さんも関係してきます。見てくださっている皆さんにも関係する重大発表となっておりますので、皆さんずっと番組はしているのですが、20時からこの重大発表があります。ですので、もしお時間なくてお昼とか朝とか見れなかったという方、ぜひ20時に合わせて見ていただきたいなと思います。明日は早めのご帰宅をおすすめしますので、ぜひぜひこちらも見てください。10周年ということで、ウェザーリポートも10周年ですし、会社自体も30周年ということで、お祝いの年と、ウェザーニュースがお祝いの年となっていますので、こちらも皆さん重大発表楽しみにしていただければなと思います。ニコ生の皆さん何ですかね。あー、悪い方向性に少し心配されている方がいらっしゃいますが、皆さんあの見ている方、ニコ生の方ももちろんそうなんですけど、もう不利になることは一切ありません。すべて皆さんにいい報告ができますので、本当に楽しみにしていただきたいなと思います。はい、ニコ生の方が有料になるということを心配されてはいますが、そんなことはあります。そういう報告ではないですので、はい、
たくさんの方に見ていただきたいというのが根本にありますので、皆さん楽しみにしててください。本当楽しみにしてて大丈夫ですよ、はい、まだ言えませんが、はい、明日20時からは絶対に見ていただきたいので、皆さんぜひお時間作っていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、ではここからはお空の様子も見ていきたいと思います。はい、まずは幕張の様子見ていきましょう。こちらです。あー、もう変わってないですね晴れが続いて、皆さん見てください。ちょうど太陽のところですかね。あ、さっき打ったのが時間差で届いたようですねうっすらとですがなんか来ました、村田さん違いますよいや、晴れ間が出てきましたね。いや、やめてください、うっすらを強調するのやめてください、皆さんまあ、こちらはお空は光っていますけど、その後は皆さんそこを強調しないでください、はい、いやでも出てきましたね、太陽が、よかったよかった。いや、これで晴れの記録を伸ばせていますね実は一応毎回お日様は見えていますね。なんか怪しい日もありましたけどはい、ということで少し光が差してきている幕張の様子でしたが、ここからは今の全国の様子見ていきたいと思います。では皆さんからいただいているリポートから見ていきたいと思いますが、ではもう少々お待ちください。はい、では北の方から見ていきたいと思います。では少々お待ち、お、出てこないな、どうだ来たかな、来ました。はい、では見ていきたいと思います。まずは北海道旭川市ひろさんからいただきました、ありがとうございます。朝からどんよりして寒く、時々雨がパラパラと落ちてきます。気温 3.4 度、湿度 91% といただきました、ありがとうございます。天気ご報告がポツポツと、そして体感は寒いといただいております。五感予想ですと変化なさそうといただいておりますね。こちら旭川市はどんよりとしているということで、もう気温 3.4 度は寒いというよりもう厚手のものを羽織って着て行かないと過ごせない気温ですよね、ですね、そうですね、この衣装だと凍えてしまいますのではい、皆さん暖かい格好でお過ごしください、ありがとうございます。ではもう一枚見ていきたいと思います。東北エリア見ていきましょう。音少々お待ち。宮城県の角田市の方からいただきましたが、表示されない、なんだろう、はい、角田市のひでさんからいただきました。あ、やっと表示されました、はい、曇り空から少しだけ青空が見えますといただきました、ありがとうございます。はい、先ほどの幕張の様子までとは幕張がここまで追いついてはいませんが、青空がぽっかりと空いて雲の間から見えるというご報告いただきました。体感は肌寒いといただいていますね。はい、それでは皆さんからいただいている天気のご報告、10分天気予報で見ていきたいと思います。まずは北日本から見ていきましょう。
最新のものにしていきます。はい、14時10分最新のものを見ていきたいと思います。北海道は雨の報告なくなりましたね。ほう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 。そしてはっきりと晴れているというところもありますが、曇り空のところが多くなっています。そして青森も雨の報告いただいています。そうですね、晴れているところもありますが、太平洋側の方で晴れの報告少し多いかなと思います。日本海側の方は少しどんよりとしたお空となっているのではないかということになって、あ、こちら体感も見ていきましょうか。はい、肌寒い寒い。爽やかも いらっしゃいましたねのご報告。どちらかというと寒いというご報告多くなっていますね。暖かい格好でお過ごしください。はい、それでは中部エリアの東日本の、はい、方のこちらリポートを見ていきましょう。こちらです。東京都中野区、何ですかね、ベスミドさんですかね、はい、からいただきました。ありがとうございます。今日は久しぶりの草野球でしたが、スコアラーの私には肌寒かったです。でも同期の仲間に会えて元気をもらいました。感謝といただきました。ありがとうございます。草野球、あ、でもこのお空ですと気持ちよく運動される方はちょうど良さそうですねですがじっとしているとやはり肌寒いという体感ですので、運動される方は少し薄めでもいいかもしれませんが、じっとしているという方は暖かい格好で風邪などひかないようにしてください。ありがとうございました。ではもう一枚見ていきたいと思います。茨城県鹿嶋市、ふみさんからいただきました。ありがとうございます。もしかしたらこれから雨といただきました。同じ関東ではあるのですが、その場所によって雲の様子違ってきていますね。幕張のお空もこちらのように少しどんよりとしているお空とはなっていましたが、これからどのようになっていくのかも気になりますね。ありがとうございました。では皆さんからいただいている報告、あ、もう一枚ありましたね、失礼いたしました。北陸見ていきましょう。石川県能美市、和樹くんのパパさんからいただきました。ありがとうございます。雨降りますね。今はサーレベルで落ちてますよ。あー嫌だね、晴れないかなといただきました。ありがとうございます。石川県の方は雨がさあということで降っているというご報告いただきました。はい、こちら北陸の方は少し降っているというご報告いただいていますね。では皆さんからいただいている報告見ていきたいと思います。少々お待ちください。天気報告ね、東日本見ていきたいと思います。はい、東日本の様子ですが、関東は少し曇りの報告が、もうところどころ雨降っているご報告ありますね。そして日本海側の方も雨や曇りというどんよりした報告いただいています。じゃあの方に行きますと、少し晴れの報告も多くなってきていますが、全体を見るとどんよりとしているお空となっているようですね。体感見ていきましょうか。体感こちらも先ほど北日本と同じで肌寒い寒いと爽やかと寒いという報告多くなっていますので、暖かい服装、暖かい格好して風邪などひかないようにしてください。ではお次は西日本見ていきたいと思います。どこだ、ここからですね。はい、見ていきましょう。高知県の大月町、直行さんからいただきました。ありがとうございます。コスモスの香りがします、いい天気といただきました。さあ、西日本は晴れているご報告たくさんいただいていますが、いいですね、秋のお空となっていますね。空にもさーっという、何ですかね、ハケでさっとしたような綺麗な雲が広がっていますね。はい、ありがとうございます。では
もう一枚あるかな。でももう一枚沖縄見ていきましょう。沖縄県の浦添市ゴゴムちゃんですかね、ゴゴムちゃんですかね、はい、さんからいただきました、ありがとうございます。薄曇り風は強いなといただきました。はい、沖縄の方ですが、こちらは晴れ間も少し見えていますね。そして日差しも届いている様子がわかります。体感は爽やかとなっていますね、うん、過ごしやすい陽気ではあるとは思いますが、この後も変化なさそうと予想していただいています。では皆さんからいただいている報告を見ていきましょう。はい、では西日本の天気のご報告を見ていきましょう。はい、晴れていますね、はい、体感もよいしょ、はい、爽やか、肌寒いという報告もありますね。少し暑いという報告も西日本に方からはいただいています。ですが過ごしやすい陽気とはなっているようですね、はい、晴れていますが暖かい服装で風邪などひかないようにしてください。ではマークで確認していきましょう。まずは今日のお天気です。那覇は雨が降りやすい一日、ざっと一時的に強く降ることもありますので傘を持ってお出かけください。福岡、広島、大阪は日差しが届いて穏やかな天気です。ただ冷たい空気がいたずらしてひんやりとした体感に、服装でうまく調節してください。金沢は雨が降ったりやんだり、雨は一時的に強まり雷雨となる恐れがあります。風と雨を防ぐ上着があると良さそうです。名古屋は雲が広がることがあるものの日差しも届きお出かけ日和、ただ空気はひんやりとしますので暖かい服装でお過ごしください。東京はどんよりと雲が広がりますがハロウィンには問題ない天気です。少し風が吹くと肌寒い体感となりますので仮装をする際は暖かい格好がおすすめです。仙台はだんだんと雲が増えて雨が降ることもあります。お出かけの際は折りたたみ傘がお守りとなりそうです。秋田、北海道は雨や雪が降りやすい天気です。ずっと降り続くことはありませんがお出かけには傘があると安心です。明日の天気です。沖縄は雲が多めながらも日差しが届きます。雨が降っても一時的です。福岡は朝からだんだんと雲が増え夕方以降は雨が降り出してきます。お帰りが遅くなる場合は傘が必要です。広島、大阪、名古屋は日差しが届いてもだんだんと雲優勢の天気に、雲が広がるとともに肌寒くなるので上着があると良さそうです。東京は日差しが届き穏やかな陽気、お出かけも洗濯の外干しも問題ないです。仙台は雲が多めですが日差しの出る時間もありそうです。肌寒い体感となりますので暖かい服装でお過ごしください。秋田、北海道はだんだんと日差しが優勢の天気に、空気は冷たいですが日差しにはぬくもりを感じられそうです。以上、今日と明日のお天気をマークで確認していきました。はい、天気確認していきました。ここからは1週間のお天気確認していきましょう。ウィークリーフォーキャスト、こちらサンシャインの時間に収録した天気の様子見ていきたいと思います。こちらです、ウィークリーフォーキャスト、週間天気を確認していきます。それでは予報センターに聞いていきましょう。予報センターの柳さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。明日から11月です。そして明日は日曜日ということでお出かけもできるというところ多くなりそうでしょうか。はい、明日もですね、はい、お出かけ日和というところが多くなりそうです。おもうはい、ちょっと見てみたいと思いますが、はい、お願いします。まさに日曜日ですね、はい、こちら天気図見てみますと、こちらが明日の日曜日朝の天気図になります。日本海の方からですね、高気圧がやってきてくれるということで明日もですね、晴れるところ多くなります。はい、今日はちょっと雲多くてすっきりしなかった北陸、東北、北海道、こちらもですね、天気回復傾向、明日は日差しも届いてお出かけ日和となりそうです。はい、はい、広くお出かけ日和の日曜日と言えそうです。そして
明日のですね夜になってくると何が変わるかというと高気圧がですね東に離れていってしまいまして西の方から低気圧がちょっとやってきます、はい、ということで明日ですね広くお出かけ日和なんですが九州方面は天気が下り坂ということになります。そして九州夜から雨というところ多くなってきますので、はい、まあ、昼間は傘なくても大丈夫そうですけれども夜には雨が降り出しますので明日帰りが遅いという方は九州の方傘をお持ちください。そしてこの雨なんですけれども、はい、明日の夜九州で降り出した雨が明後日月曜日には広く西日本東日本方面に広がっていくということになります。こちらが週明け月曜日の天気図になりますがこのように日本の南の海上に低気圧前線となって現れてきましてこの周辺に雨雲が広がるということになります。西日本東日本東北南部ぐらいまでですね雨のところが多くなってきそうです。でこの雨なんですけどやっぱり低気圧前線南にありますもんね。南の地域ほどしっかりとした本降りの雨ということになります。結構長い時間降るですねしっかりした雨となりそうです。はい、でこの雨結構ですね特徴としては非常に冷たい雨ということが言えそうです。気温もあまり上がらない冷たい雨ということになるのでねこの日は暖かい服装としっかりとした傘が必要になりそうです。はい、はい、ただですね、はい、火曜日文化の日お休みになる文化の日ですねこの日になるとこの低気圧と前線東に抜けていくということで、天気は回復傾向です。西の方から高気圧がやってくるということで文化の日は再びお出かけ日和が戻ってくるということになってですね週末晴れてそして週明け月曜日雨が降って文化の日は再び天気回復ということでなかなか気の利いた雨の降り方ですね。はい、はい、天気マークで見てみますとこんな感じになっています。明日日曜日ですね明日晴れるところが多くなります。ちょっと西日本方面天気下り坂なんですが特に九州ですね福岡は雨マークついていませんけれども福岡も含めて九州はほぼ全域夜には雨に変わっていきそうですよね。九州の方明日の夜はちょっと気をつけてください。夜はもう帰宅時間ぐらいの遅い時間帯ってことですか。うん、そうですね夕方以降ですね早いところだと18時とかですね雨が降り出すかもしれません。はい、多くのところは夜9時とかこの辺りで降り出しそうです。そしてこの雨が月曜日にはずっと広く広がっていくということで西東日本仙台あたりまで大きく雨ということになってきます。はい、ただ火曜日文化の日には再び天気回復となります。ちょっと北陸がですね火曜日文化の日も天気回復しきれないかなということで雨というところも残ってしまいそうですがその他天気回復傾向です。関東もちょっと回復微妙なんですけどね日差し期待してもいいかと思います。その後もね晴れるところが多そうです。はい、はい、ということでね、この後日曜日そして文化の日の火曜日この辺りは晴れてお出かけ日和と言えそうです。わかりました。いや月曜日こう休み明けで出勤される方は傘やまた防寒も必須ということなんですよね。うん、そうですね、はい、月曜日の雨結構しっかり降って、うん、結構冷たい雨というのも特徴なのでね、はい、寒さ対策雨対策しっかり必要となりそうです。はい、わかりました。それでは柳さんありがとうございました。週間天気聞いていきました。明日は広い範囲で日差しも届くということですが、西から下り坂のようで、月曜日週明けは各地で雨となります。冷たい雨で本降りになりそうですね。風邪をひかないよう暖かい服装だったり、丈夫な傘だったり持っていくようにしてください。ただ、火曜日以降になってくると日差しが届く日が増えてきそうですね。お出かけも楽しめる日というのが多くなっていきそうです。以上ウィークリーフォーキャストでした。の天気見ていきました。はい、はい、ということで見ていきましたが、はい、上げ忘れてましたね。今ゲンジーさんですかね、あれ誰だろう、今入室、あ、ハヤトさんですね。今入室された方はびっくりされたと思いますが、うん、今日はハロウィンということで、
ハロウィンモードでお送りしています。それで週間天気ですが、なんと気の利いた天気ということで柳さんが、はい、解説してくださっていましたね。月曜日、週明け月曜日は雨がしっかりと降りますが、その次の日の文化の日は晴れということで、まあ、朝月曜日出勤されるという方はしっかり防寒と傘を忘れずにお持ちください。風邪などもひかないようにしてください、はい、ということでウィークリーフォーキャストを見ていきました。ではこの後皆さんからたくさんウェザーリポートナビいただいているということで、番組内でも紹介するのですが、このインターバル中にもご紹介していきたいと思います。皆さんご参加ありがとうございます。それでは一旦インターバルです。こんにちは。10月31日土曜日、時刻は14時32分を回りました。ソライブコーヒータイム、高山奈々がお送りします。今日はハロウィンということで、
このように仮装してお届けしています。はい、それでは早速空の様子、皆さんからいただいているリポートを見ていきましょう。まずはこちらです。大阪府大阪市小太郎さんからいただきました。ありがとうございます。少し風が冷たく感じます。秋晴れですといただきました。ありがとうございます。